レイ。すまない。ケン。俺では奴を止められなかった。ケンシロウさん。ケンシロウだと。そうか、昔あった北斗のガキか。でかくなったな、小僧。お前が聖帝サウザーか。貴様を話せ。この聖帝、お前ごときの指図は受けぬ。この町には豊富な水と無尽蔵の電力がある。そして女にも困らない。気に入ったぞ。ところでお前はなぜここに来た。こいつはお前の女か。いや、だがこの町には俺の愛する女がいる。愛ゆえか。くだらぬ理由だ。そんなものにこだわる人間の気が知れぬ。ここに俺の居城を築くとしよう。女、喜ぶがいい。お前の町はこの聖帝サウザーに捧げられるのだ。全てあなたの思い通りに行くと思ったら大間違いですよ、聖帝殿。ほう、随分と強気だな、女。だがお前に何ができる。あなたを殺すことです。こんなおもちゃで俺を殺せるとでも思ったか。貴様、いい加減にしろ。どうした。それで終わりか。お前はもう死んでいる。ほう。飛行人中局をついた。飛行の中で最も破壊力を持つ必殺の飛行。貴様の命はあと3秒。3秒か。面白い。ならばその3秒数えてやろう。一つ、二つ、三つ。何？わかったか、小僧。この体に北斗神拳は効かぬ。俺の体は生まれついての帝王の体。誰も俺を倒すことはできぬのだ。そんな、ケンシロウさんの剣が効かないなんて。バカな。確かに飛行をついたはず。さあどうする、ケンシロウ。ほう、北斗神拳が効かぬと分かりながらなお俺とやり合う気か。面白い。なんと乱れるとき北斗現ると聞く。ならばお前と戦うのが俺の宿命。貴様、女、お前に最強の男というものを見せてやろう。なぜ構えぬ。俺の剣、
なんと法王剣に構えはない。構えとは防御の型。我が剣にあるのはただ制圧前進のみ。来ぬのならこちらから行くぞ。来るがいい。お前は下がっている。この俺を倒すことができるかな。体に北斗神拳は効かぬ。サウザ、貴様の体の謎は見切った。ならばもう一度打ってみよう。心臓の位置も逆、そして飛行の位置も表裏逆。それがお前の謎だ。白熱剣！この程度か。遊びはこれまでだ、剣士。行くぞ。北斗神拳伝承者。伝承白熱剣！
放。とどめだ、禁止を天破喝殺。